界の朝ごはん。さあ続きましては世界の朝ごはん、今週はこちらの国、はい、ベルギーへ行ってまいりました。ベルギーの首都ブリュッセルです。ヨーロッパの各都市を経由いたしまして、およそ14時間なんですけれども、その美しさから小さなパリとも呼ばれています。そんなブリュッセルの名物や最新トレンドを見つけてきました。どうぞ。今週我々がやってきたのはベルギーの首都ブリュッセル。1000年以上の歴史を持ち、多くの観光客を魅了するこの街にはどんな知っとくが。それでは早速ボンジュール。ブリュッセルには EU 本部をはじめとした各種国際機関が置かれ、ヨーロッパの中心的機能を果たす都市。また歴史ある建物が今も残り、その美しさは小さなパリと呼ばれるほど。ではブリュッセルのイケメン探しますか。この美しい街並みにぴったりなイケメンいないかな。そういえば広場に背の高いかっこいい人がいたわ。うん、あっちよ。この広場ですかね。あー、いました。メガネが似合うクールで知的な感じのイケメンくんですよ。身長が192センチもあるブリュノ君、ね、どこか紹介してくださいよ。それじゃあとってもベルギーらしいお店に案内するよ。ついてきて。へえ、ベルギーらしいお店ってここだよ。あ、これってワッフルですよね。確かにベルギーの名物ですけど。いやいや、案内するのはこの奥だよ。お店の横の路地の奥ですか。ここがおすすめのビアカフェだよ。地元の人しか知らない穴場のお店って感じじゃないですか。こちらはおよそ130年前からある老舗のビアカフェなんだとか。早速イケメン君は何かを注文。グラスに注いでるけど、ねね、それ何ですか。これはサクランボのパナシェなんだ。こちらのビアカクテルはパナシェといって、チェリービールとお店オリジナルのラガービールを1対1の割合でミックスしたもの。とっても人気があるこのお店の名物なんだって。この味わい甘酸っぱくてとっても美味しいよ。あれ、また何か出てきましたよ。パナシェにはこのテトプレッセが合うんだ。おー、おつまみですか。このテトプレッセ、豚の頬肉や首の肉などをコンソメゼリーで固めたものなんだとか。こちらのお店では昔から作られている定番のおつまみなんだって。この組み合わせはやっぱり最高だよ。路地裏で楽しむビールと伝統の味、ベルギーに行ったらぜひどうぞ。